はい、どうも、慢性腰痛専門整体院青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、腰部脊柱管狭窄症のあなたへということですね、テーマで書かせてもらっていますが、ですね、脊柱管狭窄症の方っていうのはですね、結構病院に行かれて、MRI とかですね、取ってですね、診断名を受ける方が多いかなと思うんですけども、やっぱり、今ですね、結構痛みが強くてですね、5分、10分歩いてるとですね、腰が痛くて座らないとですね、ちょっと動けないとか、あとはもう痺れてしょうがないとかですね、力がだんだん抜けてきたとか、症状がですね、いろいろあるんですけども、やっぱりですね、手術とかですね、症状がひどくなってくると、手術しなきゃいけないですよって先生に言われてですね、手術される方も多いかなという、まあ病気というか症状ですね。はい、というところなんですけども、私のところにですね、先日来ていただいた、お客様でですね、腰部脊柱管狭窄症というふうに言われまして、なかなかこう歩けないっていうところだったんですけども、だいぶですね、症状が軽くなってきてですね、その方の原因っていうところをですね、お伝えしていこうかなと思ってます。はい。よいしょ。はい、ちょっとね、名前が長いんですよね。腰部脊柱管狭窄症。まあ、腰の背骨のところの神経が入っている管が狭まってますよっていうところの病名ですね。はい。まあ、横文字で書くとですね、LCS なんて言ってますけど、まあ、病院関係者の方なんかは結構これで、あ、LCS だなーなんて言ってますね。はい。でですね、ここがですね、何が原因であったかっていうところなんですけども、まあ、この人ですね、やっぱりこう、やっぱ腰が痛いんですよね。腰が痛いんです。歩いてくると腰が痛くなって力が抜けてきてしまって、しゃがみ込まないともう動けなくなってしまうっていう方だったんですけども、何が原因かっていうとですね、まあ、原因はですね、お腹にあるような筋肉なんですけども、はい。大腰筋という筋肉です。はい。で、私のですね、ブログの方にもですね、結構大腰筋というのが上がってくるんですけども、それくらいですね、腰の痛みとかですね、体の痛みに対して、すごく重要な筋肉になってくるのが、大腰筋です。はい。で、皆さんにですね、分かってほしいんですけども、腰が痛いんですけど、お腹の筋肉なんですよ。原因がですよ。腰が痛いんですよ。いや、腰揉めばいいじゃんと思うんですけども、原因がお腹の筋肉なんですよね。どういうことだみたいな感じだと思うんですけど、まぁ、ちょっと図でお見せしていきますけども、大腰筋っていうのがですね、こんな感じで、よいしょ。お腹のですね、この青いところがですね、大腰筋と言われてます。で、見てもらうとわかるかなと思うんですが、ここですね。腰の骨のとこについてるんですね。この腰骨のところ。なので、この筋肉がですね、しっかりと、まあ、柔らかい状態で働いてくれてないと、腰の方がよく動いてくれませんし、なおかつ、腰の安定性っていうところも失われていきます。はい。で、まあ、この筋肉はですね、何をしてくれてるかっていうとですね、足を持ち上げたりとかですね。よいしょ。足をこういうふうに上げたりする筋肉ですね。上げたりする筋肉。うん、まあ、あとは体をこう寝てるところから起こしてくるみたいな、そういう時にも使う筋肉になっていきますね。はい。なので、まあ、足が持ち上げにくいとかですね、起き上がるときに腰が痛いとかっていう方は、この筋肉がですね、弱っている可能性がすごくあります。はい。でですね、これが弱ることによって腰に負担がかかって、腰の痛み、腰痛っていうところを引き起こす方がすごく多いです。はい。なのでですね、今日言いたかったのはですね、腰の痛みなんですけども、痛みの原因っていうところが、お腹にですね、あったりもしますよっていうところですね。なので、まあ、腰とかですね、マッサージをしてもあんまり良くならなかったっていう方であれば、やっぱりこう違う見方をですね、していかないといけないんですよっていうところを今日お伝えしていかなきゃいけないかなと思って、動画に撮らせていただきました。はい。はい。で、本日は、以上になります。はい。ありがとうございました。
はい、ぜひですね、皆さん、この情報ですね、どんどん発信していきますので、いいなと思った方はですね、まあ、いいなというボタンを押してもらってですね、登録ボタンの方も、押していただいて、登録の方してください。じゃんじゃんね、情報をお送りしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。